はい、皆様いつもありがとうございます。それではこれから谷垣総裁の定例会見を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はまず菅総理がですね、明日から沖縄を訪問されるということでございますけれども、具体的な展望もなく、行けばなんとかなるという甘い認識で沖縄に行かれるのではないか、このことを非常に危惧をしております。撤回したとはいえ、戦国官房長官が負担を感受していただくと発言するのを見ますとね、政府として沖縄県民の声に真摯に耳を傾けていくという姿勢がそもそもあるのか、こういう感じも受けまして、これ以上沖縄県民の気持ちを傷つけないように、やはりこの問題を本当に解決したするにはどうしたらいいか、ど真剣な気持ちで臨んでいただかなきゃいけない、このように思っております。それから次に小沢元代表の国会招致をめぐる民主党の対応でありますけれども、小沢さん改めて政倫審への出席を拒否したということであります。我々としてはこれは引き続き承認喚問、これをこの実施を求めていくということに変わりはありません。そして民主党の党内でですね、役員会としての一任を取り付けなければ、メンバー平井議員である小沢さんに面会すらすることができない、こういう岡田幹事長の姿勢を見ておりますと、政党としての手を成しているのかどうかということも申し上げざるを得ない、と思います。今経済状態も極めて厳しいものがございます。国民生活に直結する予算、税制等を煮詰めていかなければならないときに、うちはこのような問題で、争いを続けている状況を拝見しますと、全くこれは情けないとしか言いようがないと、菅総理のリーダーシップも問われるということだと思います。こういう状況で、これ以上菅総理にこの国政の舵取りを委ねるわけにはいかない、一刻も早く解散総選挙退陣を求めていくということで、臨まなければならないと思っております。それから3点目でありますが、今日のシャドーキャビネットであります。でまず来年度の予算と税制に関する我が党の基本方針、これを今まで、取りまとめていただいておりました。これを審議をしまして、了承したところであります。政府与党今予算編成を行っておりますが、政策体系として一貫性を欠いて理念がはっきり示されているわけではないと、このことの原因にあるのはマニフェストに示されたいろいろなばらまきを予算さえ組み替えればいくらでも財源を出ていくというそのマニフェストの致命的な欠陥を未だに乗り越えていない、そういうところにこのような政策体系として一貫性を欠いた議論が進んでいく理由があるのであろうと思います。一方我が党はですね、5つの課題、経済成長、それから雇用創出、それから地域経済の安定、安心できる社会保障、これの構築、それから財政健全化、これを第一歩として平成23年度予算を位置づけて、考えております。詳細については後ほど林政調会長代理からご説明をいただきます。それから統一地方選挙政策パンフレットについて、審議をいたしまして、これを了承したところでございます。私からは以上でございます。はい、それではまた質問をお受けしたいと思います。まずは平川の加盟のクラブの皆さんからお名前と社名を名乗って総裁の指名を受けてお願いいたします。はい、どうぞ。共同通信社の西田でございます。いろいろなところで菅政権の批判をされてきたんですけども、この予算編成に関してもですね、一貫性を欠くと。で財源論についてはですね、やはり消費増税を含んだ抜本的な税制改革が必要というお立場ということでよろしいですか。そうですね、まだそうは言いましても全貌が出てきておりません。パーツが
報道で出てくるわけでありますけれども、税制あるいは予算というものはある意味での体系性が必要でございます。そういうあたりが我々にはまだよく見えておりませんので、全貌が見えましたときに私どもの見解また申し上げなければいけないと思いますが、基本的に体系性がないもの、その原因は先ほど申し上げたようなマニフェストを作成した時の基本認識の誤りを乗り越えていないというところにあるんだと思っております。そしてそれを乗り越えていくためにはやはり税制抜本改革等々をきちっと踏まえて体系性のあるものを展開していくということが必要なのではないかと考えております。バランス検査でも 4K ですね、撤回というのも当然そこには論理的には、はい、当然そういうことになります。ちょっと関係ないですが、TPP のことについて改めてお伺いしたいんですけども、党内の議論を見ていますと、まだ何かやっぱ賛否両論でこうまとまっていないという状況になっているようですが、総裁として現時点で TPP のその賛否というかですね、改めてちょっとお考えをお聞かせいただけませんでしょうか。まあ、これは今石破さんの下で成長で議論していただいておりますのでね、それをやっぱり踏まえてやっていきたいと思っております。特に総裁の方で賛否について、まあ、今議論している最中ですから私から今申し上げるつもりはありません。いろんな問題意識は今でも厚くして申し上げてはおりますけれども、今の段階では党内の議論を見守りたいと思っております。はい、どうぞ。共同通信の平です。はい、ですね、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件で、何事件？証拠改ざん事件、大林検事総長が辞意を固めたということがあるんですけれども、それについて辞任するという方向について、受け止めをお願いします。まだ私、辞意を固めたいう報道もよく承知しておりません。いろいろその検察内、もしそういうことが事実であればまた申し上げますが、今の段階ではまだ申し上げるつもりはありません。私の問題です。はい。河原総一郎さんが朝日新聞の主論上の国民でですね、期限付きの大演説というのを提案されていて、菅首相、谷垣首相というのを提案されていますが、この提案について総裁のお考えですか？全く考えておりません。菅さんが菅総理と今菅総理でということでありますが、菅さんがこのもし大連立ということであれば、その任務をどういうものと設定してそれを解決していこうという気迫と指導力をお持ちなのかどうか、私は今まで申し上げてきたことはそれに疑問を突きつけることをずっと言ってまいりました。私の認識は以上であります。はい、どうぞ。大阪地検特捜部の話に恐縮なんですけれども、事実かどうかというのはまだ確定してないということですが、総裁のお考えとして検事総長が事件の責任を取って辞めるべきだというふうにお考えでしょうか？まあ、事件をどういうふうに見るかということをやっぱりそのきちっと示していただく必要があると思います。まずそれが先ですね。はい、どうぞ。改正大綱なんですけれども、法人税を10年ぶりぐらい下げると、ただし財源を確保する目処が立たないままですね、私の決断だということで、決断されたことについてお願いいたします。まあ、これはですね、税というのはこれは税調会長もいらっしゃいますけれども、やっぱり体系性っていうものが必要なわけですよね。で、確かに法人税を引き下げていく方向というのはそれは私は必要だと思います。しかし財源の目処も立っていない、確か1兆5000億のうち5000億程度はどう算段してもなかなか目処が立たないという状況ですよね。そういうふうに受け止まっております。そうするとやっぱりその財源をどこに求めるかというようなことはですね、税体系全体の整合性に関わってきます。そういうことを抜きにしてなんかこう単発的にぶち上げるというようなことがですね、
起こってはならないんであって、総合的な税制改革の視点というものが本当に踏まえられているのかどうかということを問わなければいけないと思います。この決断を了解いやですからね、最後まだこの何て言うんでしょうか、財源をどこに求めて、その財源は何故にそういう財源に充てるのか、一方で 5% 下げるということをして、その財源をどういう性格のものとしていくのかによって全然違ってきますよ。そういう体系性がなくですよ、場当たり的にやってるんだとすればこれは論外ですが、やっぱり私どもはそのそういう全体を見て申し上げたい、こういうふうに思います。まああえて言えばそういう財源もない中でですよ、その一部どこ経済界の関心を買うためかどうか分かりませんが、見切り発車的にこういうことをすることは、まあ税制改革の姿勢として不安を覚えるということは申し上げられると思いますね。では平川さん以外の方も含めてどうぞ。はい、どうぞ。フリーランスの島田と申します。よろしくお願いします。先ほどおっしゃった政権のことを場当たり的見切り発車とおっしゃってましたけれども、単なる、よく感じられるんですけれども、改めてその菅政権が野党として菅政権は何をしたい政権なのかということを、どう捉えておりますでしょうか。わかりません。わからないなというふうに捉えております。はい、どうぞ。京都新聞の話ですけれども、ちょっと国と地方の関係についてお伺いしたいんですけれども、子ども手当の地方への負担を付けとかですね、環境税の地方税分の地方税に持っていくということをもう見送ってしまったりとかで、今地方6団体と政府がだいぶぎくしゃくした関係になっておりますが、その状況についてどう思われるんでしょうか。あと、統一省庁の取り組みの質問あたりに関して、今の点もですね、その何ていうか、先ほどの体系性とか総合性ということを税の下で申し上げましたけれども、そういう体系性、それから政策を作っていく時のプロセス、そういうものが全く欠けてるんですね。でプロセスが欠けてるって私ないろんなことで申し上げてきましたけど、プロセスが欠けてるっていうのはどういうことかと言いますと、プロセスの背景にはやっぱり生身の人間の生活があるわけで、そこにやっぱり視点がいっていない、そういうことがあるんじゃないかと私は思っております。はい、どうぞ。関係のコアバルですけど、はい、税制改正大綱もそうなんですけど、予算編成でも問責を受けた閣僚が署名をして決定ということになると思いますが、そのことについてどのように思われるか。まあこれは何て言うんでしょうか、仙石さんは誰も自分のところにまだ辞めろなんて言ってきてない、こういうふうにおっしゃったようでありますけど、事実誤認も甚だしいですよね。とにかくその参議院が問責したということは責任を問うてるわけですから、それに対してあまりにも鈍感なことに終始して、それは今後の国政に大きな混乱を生むことになるのではないか、こういうふうに私は思っております。はい、どうぞ。今のでですね、総裁も大きな混乱のことになってしまうのではないかと指摘されましたが、これは通常国会の冒頭のですね、審議には重視するとか、そういった選択肢もあるという認識でしょうか。まあまだ一月以上ありますのでね、全部を見通すわけには参りませんけれども、しかし参議院でこういうこれだけの議決をしているという、それをどう受けていくか、真摯な姿勢がないと国会とその内閣の関係というのは極めて厳しいものになっていると、これはやむを得ないんじゃないでしょうか。携帯電話が総裁の声で。
あ、そうですか。ああ、そうですか。はい。あ、すみません、ご存知なかったようなら申し訳ないけど、あの、言いたい一言があれば何か候補があるという方があれば。いや、すいません。着メロって今メロディーが出ますよね。メロディーの代わりに総裁が声で。ああ、なるほどね。着メロもうるさいのとうるさくないのがありますけど、皆さんお悩ませしないようなものを考えていかなきゃいけないなと思いますね。そうですか。そのように一生懸命努めてやります。じゃあよろしいですか。はい、どうぞ。本当にちょっと申し訳ないんですけども、大阪地検の証拠改ざん事件、大阪地検のですね、証拠改ざん事件、まあ、いろいろうちのものが聞いてるんですけども、事件そのものについてですね、やはりこう誰かがやっぱ手締めを取らなきゃいけないというふうなことは、当初も思われますか。それは責任をどうしていくかということは、徹底的に考えてもらわなければいけないと思いますね。それは地検と特捜部といえば検察にとって非常に大事な花形組織ですよね。でそこの捜査のあり方でこういうことを行われてた、どこに問題があるのか、誰が辞めればいいとかいう問題ではなくて、徹底的に検証してどうして検察は国民の信頼を取り戻していくか、そのことを徹底的にやらなきゃいけない。そしてその上で当然誰かが責任を取らなきゃいけない。当たり前のことだと思います。それではそろそろ終わりにしたいと思います。本日は大変ありがとうございました。